皆さんこんにちは、ペツでございます。ケンシさんの確信83回目やっていきましょう。で、せっかくちょっとシミョツさんと同盟組んだので、ちょっと気が変わらないうちにね、あ、目移りすんな。あ、セイルがわかんねえや。あ、こっから、あ、出ていける出ていける。あ、でも反射欲しいね。反射か火薬、火薬改良は A タイプでもいけるから、これやな。影絵さん、あ、そう、25日は間に合うし、うん、また気が変わることがなさそう。今戻っている最中で、ここもね、今輸送開始したところなんで回していきます。あ、そうか、これこっち行けね、一緒に先生、ね。次はね、こっからね、ここを攻めたい。あ、ついてる。8216、ちょっと馬持ってたらね、奪われちゃう可能性ある。お任せくだされ。で、何人かね、半月ほどでいける。騎馬、ああ、そうやね、一部隊、村上さん。この持ちがいい。ああ、孫さんはあれか。2部隊ぐらい。3部隊行きたいね。だから全員行こうか。で、まさゆきさんは、あ、あ、ちょっと待って、ちょっと待ちます。なんでかっていうと、技術がね、多分、うん、もう1週間で終わるから、技術させてたんですけども、反証をお願いするから、149、築城はね、全然あとでもいいんですよ。115149やと、35、あ、5ヶ月か。あ、でもね、同時には覚えんと思う。鉄建物も、うん、トレードでいける。騎馬はダメでしょ。足軽だと、あ、これだと130日か。ただ、もうちょっといいメンバーでいけそうなんで、これね、連射砲。太陽行っとこうか。はい、ね、戻ってきたところで申し訳ないけど。あ、もう入る。よし。で、一気に、ここ。
番上手なんで置いとく。こっちの方ね、ここはだからこれ親子になるのか。あ、そうやね、親子で置いときましょう。
進め。前進。でもう一部隊、二部隊か。進め。で今回はね、なんだっけ、歩兵等は欠けてませんというところで、お、来た来た来た、はい、あー、射角計算が全然、はいはい、はい、集まったので、お任せあれ。承知しました。かしこまりました。承知いたしました。承知しました。承知しました。お任せあれ。行くぞ。続け。お任せあれ。承知。邪魔くさいな、もう回復しちゃおうか。あ、これネゴロさんだっけ。と読み方確か。あ、ねじめさんや。どこにいるの。あ、清須にいる。あ、ノンカツさんも。あらら。あ、悪いな。それは意外。で、まだ回復してんねんね。恨みが深いね。キヨさん、村上さん、本当に見逃すからね。あれ、ああそうか、津軽さんだね。あ、テルモトさんがいる。一条台に。これは気づかんかった。テルモトさんがね、シリーズを追うごとに、あれ、平賀さん一族もそうやけどね。
ああ、そうや。適正な意味ではいいよね。ああ集まったね。ではこっちも同時並行していきましょうか。そうですそうです。騎馬隊がいるからここから行かせようと忘れた。彼らが到着したいね。その間にこっちを終わらせたい。敵将捕らえたりせい。この程度か。敵部隊壊滅。
れに続け。敵部隊壊滅、押し出せ。待ってくれよったの。おりゃったな。敵部隊壊滅、我に続け。敵部隊壊滅しました。承知しました。ほほ。敵部隊壊滅。よしよし。程度か。敵部隊壊滅しました。はい、もれ。城門を突破しました。はい、来てくれよったの。おりゃ、来てくれよったの。奮い立て。激将捕らえたり。何日後？あ、二日後か。カゴ間に合うのかな。安いし、あ、円の差が高いんか。さあ、着いたかな、こっちは。ああ、到着してますね。では行きましょう。騎馬は3部隊だけ捨てるか、1万2000平均で行ければね。承知。
落ちしました。はい、というわけで、ちょっと入場まで引っ張って、というわけで、観音寺城を落としましたんでね、今回はここで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。